白の日光衛門、1825年4月20日から1879年2月24日は、肥後国菊池郡陣内村出身の元大相撲力士。本名は、金久し峰松。なお、光衛門が生まれる、約20年前に亡くなった大関力士も、白の日光衛門を名乗っていた1804年8月19日。ここでは後に、第11代横綱に昇進した。 白の日光衛門について記述する。1825年に、日後国菊池郡陣内村で農家を営む家に次男として生まれる。祖父の原忠の正衛門は、土地相撲の大関を務め、峰松も16歳の時に祖父と同じ土地相撲に加入した。同郷の力士である白の日高衛門の弟子となり、大阪相撲での修行を経て、江戸に出て、境川部屋門下となる。 境川部屋から1850年11月場所に、都の峰五郎の嗜名で初土俵を踏む。その後は、熊本藩の抱え力士となり、1856年11月場所で新入幕を果たし、翌年に白の日光絵門と改名した。1862年3月場所で大関に昇進すると、この場所に発生した小柳殺しによって、 出場を辞退するが、翌年、3月場所で、吉田塚崎から横綱免許を授与された。1866年4月場所4日目に、足取り名人として、有名だった両国カジノス助の足を取って勝利した際は、下流会で、足を取る相撲上手の両国関も足を取られて、すってんころりんと歌われた。1869年11月場所を最後に、現役を引退した。 引退後は、古巣、大阪ズモへ戻って、下の名を、落衛門と、改名、1870年から3年にわたって、横綱土俵入りのみを披露した。現役中から行っていた横綱土俵入りが、白鶴の翼を晴れるご年と形容されるほどに、見事だったためと伝わる。また、年より、白縫を襲名した。1879年2月24日に、 死去53歳坊津。江戸相撲の本場所のみを示す。ありがとうございます。